こんにちは、ネギオです。本日も仕込みをねしていきたいと思います。本日ね、船橋市場に行ってまいりまして、よし、帰ってまいりましたのでね、いろいろ美味しいところを仕込んでいきたいと思います。こちらがね、ニシンでございます。今日北海道のニシンですね。なんか季節外れなんですけどね、なんか丸々太ったニシンが入っておりましたので入れてまいりました。なんでこんな時期にニシンなんですかねもうなんかいろいろと大変なことになっているようでございますね。よいしょと、ニシンといえばね、冬とね、冬、まあ脂乗ってるニシンは冬で、よいしょ、さっぱりしたニシンはね春に取れるよみたいなお魚なんですけれども、なんでこんな時期にねニシン取れてんすかね謎すぎます。よいしょ、まあ、ニシンはね、あのアニサキスめっちゃ入ってるんですよね。だからまあ、あ、やっぱ入ってますね、アニサキスいっぱいいますね。だからまあね、一般の方にねがね、さばいたり刺身で食べるのはあんまりおすすめはしてないんですけどね。まあ信用できるところでね、お刺身とかで召し上がるんでしたら召し上がった方がいいですよって感じですね。おお、オキアミすごい食べてる。ああ、オキアミも発生してて、だから油も乗ってるんですかね。よいしょ、でね、今回ねタイトルはですね、よいしょ、千葉でねカワウね急増中ってことでね、よいしょ、木は枯れるしね魚は取られるってことにねしといたんですけどもね、よいしょ、まあカワウっていうね鳥がね、まあウってやつなんですけどね、皆様ねご存知でしょうかね。まあ割とね、まあ千葉って言ったんですけど、日本各地で最近はね、あの猛威を振るっているっていうのがねよく話題になってるんですけどね。よいしょ、まあ京都とかね、ああいうとこで鵜飼とか行ってね、あの魚をね取ったりする漁とかもあるんですけれどもね、その鵜にね魚を取ってもらって飲み込ませないでね、その魚もらうみたいなやつですけどね。よいしょ、まあその鵜がね結構ね、まあ、最近の暖かくなってるせいとかもありま、あったらあるみたいで、なんかね各地で増えてるってことみたいですね。よいしょ、お、あらだす、生のニシン珍しいですねそうですね、まあ、最近は結構ね生で入るようにはなってるんですけれども、この時期でニシンはかなり珍しいですね。全く海はどうなっちゃってるんでしょうかね困ったもことでございます。よいしょ、イワシでございます。北海道のねイワシです。よいしょ、まあ千葉のねそのまあ魚はね結構ね釣りしててもいっぱいいますし、東京湾にもねめちゃめちゃいっぱいいるんですよね。なんか市川のところがですね、なんかちょうど鳥獣保護区みたいな感じなんですかね、なんかそんなようなのになってるらしくて、そこにねめちゃめちゃいるみたいですね。よいしょ、よいしょ、お、ありがとうございます。よいしょと、お疲れ様です、お疲れ様です。ここだっては養殖昆布の水揚げ始まりました。おお、そうなんですね、朝2時半から起き出てます。あら、まあお疲れ様でございます。大変ですね、朝早くてね。そっか、昆布もね最近養殖してるんですね。なるほど、なんか北海道も確かにあんまり取れなくなってるとかちらほら聞きますね。そうなんですね、お疲れ様でございます。よいしょ、なんか最近カナダとかあっちの方でもね昆布が取れてるとか言って話も出てましたね。なんでそのうちもしかしたらあっちの方にね工場を作るって話とかもね加工場っていうんですかね、できるかもしれませんね。はい、現地だとさすがにねそんなにいっぱいね使えないって話が出てるようでしてね。よいしょ、よいしょ、だってね今回はねカワウってことにしといたんですけどね。よいしょ、
よいしょ。まあカワウがね、その木のところとかにね巣を作っちゃうみたいなんですけど、よいしょ。まあみんなでまとまってね群れでいるようでして、でそこでね糞とかもするんで、なんかそれでねその辺の土のあれがね変わっちゃいまして、木がねどんどん枯れていっちゃうっていうのがねあったりとか、あとはねほんと凄まじい大群ですのでね、よいしょ、あんだけいるとね魚を食べる量もね半端ないと思いますんでね、ただでさえね魚が減ってるっていうのにね、いっぱいね鳥さんに食べられちゃうとね余計減っていってしまうなっていうのがねあるので、よいしょ、まあね保護区だとかいうのはねわかるんですけれどもね、増えすぎちゃった分はねちゃんと管理してあげないといけないのかなって思ったりとかはしておりますね。よいしょ。まあなんかねいっぱいいるとね、その住民の方とかもね、そのね落ちてきたやつとかでね汚れるとか、いろいろそういうね大変な目に遭ってるみたいなのでね、よいしょ、そういうとこもねまあちょっと嫌なとこですよね。まあ自分はね魚関係なんでね、あんまりねそういうね、なんていうんですかね、増えすぎちゃったやつにね餌をあげるために魚を使っちゃうのはどうかなってね思いますのでね、よいしょ。まあ鳥さんなんでね管轄が全然違うのでね、よいしょ、そっち系の人が方々にねちょっとね管理をねしっかりしていただきたいなと思う次第ではございますけれどもね、よいしょーと、イワシでした。お次はアジでございます。今日はね島根のねアジでございます。まあ、最近島根多いんですけどね、よいしょ、なかなかどんちっちゃいアジは入らないんですけど、島根のやつはね太っててね美味しいのでね、よいしょ、割と入れてきております。まあ物がいいだけあってねちょっと高価なんですけどね、高価なアジでございますね。まあなんかちょい前にねアジも取れてないよみたいな話もしたんですけれども、まあ今日はね結構各地からアジが入っておりましたね。まあそんな日に限って買いに行く人がなんか少なそうではありましたけどね。よいしょ、よいしょ、やっぱ基本的に暇な感じがあるんですかね。お、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。よいしょ、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、よいしょと、今日もねいろいろ仕入れてまいりました。よいしょ。お、ありがとうございます。函館の天然昆布採集は中止になりました。おー、そうなんですね。函館の海も磯焼けで天然昆布少ない。あ、そうなんですね。やっぱそっちまで磯焼けがあるんですね。いやいやいや、大変ですよね、本当にね。ねえ、海藻とかね、ちゃんと育ってくれるようにね、なるといいんですけどね。なかなか対処が難しいでしょうね。よいしょ。北海道までそんな調子じゃね。よいしょ。まあ原因はねいろいろあってね、なかなか対策するのが難しいところなんでしょうけどもね。よいしょ。ね、栄養がいっぱいある北海道でそれなんですからね。いやいや、他は押して知るべしといったところなんでしょうけどもね。いや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 。ね、昆布取れなくなっちゃうとね和食かなり困っちゃいますからね。どんどん昆布の値段上がっちゃうよみたいなことになってもね、またまた困っちゃいますしね。まあどんどんね上がっていく運命というか、そんなもんなんでしょうけどね。何でも本物はもうねお高い時代ということでございますのでね。よいしょ、よいしょ。ちゃんと出汁を取ったものっていうのはね、もうそれだけで高級品になっちゃうっていうことなんですかね。
よいしょ。なるべくね、お安い、食べやすい価格でね、お出ししたいんですけれどもね。じゃあね、サワラでございます。今日もね、千葉のサワラですね。まあ、この時期なんでね、油がバッチリみたいなことはあんまないんですけれども、なかなかね、旨味があって美味しいところでねございますね。まあ、どっちかっていうとこの時期なんで、まあ身が締まってるようなね感じが結構ありますかね。うん、あんまりお腹の中残ってないですね。よいしょ。まあ、血もあんまり抜いてないみたいなんで、うまさがね出るような感じで結構仕込めそうな感じがしますね。よいしょ。うん、まあうちもね、昨日はねかなり暇でございましてね。よし、まあ夜はねちょっとね誰も来なかったんですけどね。よいしょ。なかなか難しいところでございますね。よいしょと。よしよし。今日はまあお昼ねご予約は入ってますので、まあ夜どうかなっていうところなんですけどね。よいしょよいしょ。お次はこちらね、スマでございますね。今日は鹿児島ですね。鹿児島のスマでございます。まあ割と丸っこいですけど、油はどうですかね。よいしょよいしょ。お、あれです、山口では異常繁殖した紫ウニが磯焼けの原因とのことで駆除しつつも陸上養殖が始まってます。ああ、そうですよね。ねえ、本当にね、紫ウニがだいぶ増えてるみたいですよね。よいしょ。まあ駆除自体はねいいと思うんですけどね。よいしょ。まあ養殖も養殖自体でね見れば本当にいいことだと思うんですけれどね、なかなかいいウニがね今ないですからね。おろ、白子の発達したスマですね。この時期産卵期なのかな。よいしょ。なんかよく最近ね、その駆除とね、よいしょ、磯焼け対策としてなんかなぜかね、あのウニ養殖って絡めてね話が出ることが多いので、なんかそこは不思議だなと思ってますね。お、アニサキスいっぱいいますね。うわ、めっちゃいるな。ちょっと要注意ですね。よいしょ。まあ割とあの魚関係はその目的と手段がねなんか適当になっちゃうというか、なんか合ってないなみたいな時が結構あるんですけれども、まあ養殖はね、まあ大体3ヶ月ぐらいやると結構ねウニの身が増えてくるみたいなんで、だ3ヶ月スパンだとしても、そのね水槽にねいっぱいねどんどん入れられるわけじゃないですからね。それなんでまあね、あの事業、採算取る事業としてはとてもいいと思うんですけど、よいしょ、駆除とね絡めちゃうとなんかおかしいなーって気がちょっとしておりますね。よいしょ、スマでございました。お、あらだす。Thank you for your comment. あらだす。よいしょ。お、アニサキス。ねえ、本当にねアニサキスね。よいしょ、もういっぱいいますね。今日はまあね、アニサキスの定番ともいえるニシンが入ったんで、ニシンにもいっぱい入ってましたし、スマにもいたんでね。よいしょ。まあ、結構このね、お腹の中にね、どれぐらい入ってるかっていうのは結構重要な指標になってきますので、まあ必ずね、内臓はしっかり見てあげた方がいいですね。まあ基本的にいっぱいいる場所は、あの、お尻の穴といいますかね、
肛門の方で、まあ、内臓のね一番尻尾の方なんですけどね、そのあたりによくいっぱいいますね。でもっと増えてくると、肝臓とかね、そっちの方の上の方の内臓にもね、よいしょ、いっぱい群がってるっていうことになりますので、よいしょ、まあ自分の経験則ですとね、アニサキスがお腹の中にいっぱい入ってるとやっぱり身の中にね行く確率が高いと思ってますので、よいしょ、まあよくね鮮度が大事だって言って早く内臓抜くんだよって言われてるんですけれども、よいしょ、まあ厚生労働省的なあれですね、よいしょ、ですけれどもあれがね本当にねかなり昔に策定されたやつをそのまま使ってますので、まあ、最近ね魚の鮮度は本当にどこでも大体いいので、あんまりねあれはね、よいしょ、なんていうんですかね、指標としてはちょっと使い物にならないんじゃないかなっていうのが自分の見解でございまして、どっちかっていうとね重要なのはそのねアニサキスのね濃度っていう、よいしょ、まあどれだけね個体がその一匹に入ってるかっていうのが結構重要になってきてる感じがしますね。よいしょ、いっぱい入ってるとおそらくなんですけど、こうどっかに行こうっていうね意思というかのが働いてくるんじゃないかなって思ってますね。まあよくバッタとかでもね群生層とね、普通にいる人と大量発生した時で状態が変わるとかそういうことがあるんですけれども、そういう系なんじゃないかなと自分は思っております。お、ありがとうございます。お、あれです、ウニの養殖には野菜の切れ端、みかんの殻だったりって香り付けなどいろいろ実験してますね。そうですね、ね本当にねウニはね本当最近しょやっぱり東北地方とかでもかなりウニ 大打撃でございまして、よいしょ、今ねほとんどロシア産っていう事態になっておりますので、よいしょ、養殖自体はね、よいしょ、とても重要なことなのでね、いろいろねやってほしいなと思っておりますね。まあ、なかなかね数ができないとかまだ流通してないっていうのは結構ありましてね、自分もまだね味は見てないんですけどもね、気になっております。こちらがねこっちでございます、千葉のねこっちですね。若干腹の鮮度悪そうですね、色が出ちゃってるしょ、魚はねまあお腹のところに、まあ人間もそうですけれども消化酵素っていうやつがね入っておりましてね、よいしょ、死んじゃうとどんどん消化されていきますので、よいしょ、だんだんねこういう風にお腹のとこから溶けてきて色が見えるようになるみたいなね感じになりがちなんですよね。よいしょ、それなんでお腹にね色がついてるというか色が見えるやつはもうちょっと要注意だったりもしますね。まあ、今回はねいろんな指標を見てこいつにしたんですけどね、よいしょ、結構立派な卵ですね、よいしょ、ポイッと、お、あれです、アニサキスを持っている魚はね痩せたりとか障害は出ないのですかね。そうですね、そういう感じは特にないですね。まああんまりねいすぎるとなんかやばいのは、うん、そうですね、ごく稀にいますね。そのお腹の中にアニサキスめっちゃいっぱいいて、身の方にもアニサキスが入りまくってるみたいな、まああんまり見ないんですけどね。なあ、もう結構昔だったんですけど、うん、本当にまあアニサキス叫ばれる前でしたけども、そういうの相だめだったかな、見た記憶ありますね。まあさすがにこんだけ入ったら確かに弱っちゃうよねっていうぐらいは入ってたんでそういう場合以外はあんまり影響はないのかなっていう感じはしておりますね。まあ何食べてるとかもね結構ねなんかよく分かってないみたいなんですよね、アニサキス。まあ散々言われ始めたのは最近のことなんで、割とあんまりね研究が追いついてないっていう感じは結構あるんじゃないでしょうかね。お、あれです、初見です、ありがとうございます、いらしていただきありがとうございます。お、こっちですか、ほぼ今のこっちでございましたね、まごちってやつでした。はい、
今日はね千葉のこっちでございますね。よいしょ、ね、夏のお魚なんで今ねかなり千葉で上がっておりまして、なかなかね旨味があって美味しいお魚でございますね。よいしょ、お、あらだす、赤くないからほぼではないなそうですね、はい、こっちでございました。よいしょ、下処理がねだいたい終わりましたね。お、あらだす、マダラには多いです身の中にまで入り込んでそれを取る仕事しましたそうですね、タラはねあの昔からいっぱいいたんですよね、タラとかねアンコウとかね。よいしょ、まあなかなか生でね食べないお魚なんでね、まあ問題にならないと言いますか、特に問題なかったんですけども、なんか岩手とかローカルなところだとなんかタラをね刺身で食べる文化があるらしくて、先日それでねアニサキス当たったってニュースが出てまして、いやいやタラの刺身で出したらそれ当たるでしょって思ったんですけど、どうもそういう文化があるようでございます。びっくりしましたよいしょ、お次はこちらね、魚屋さんがさばいてくれちゃったやつなんですけど、カツオですね。よいしょよいしょと、おっとっと、よいしょと、まああんまりね魚屋さんがさばいたの好きじゃないんですけど、よいしょ、ちょっとね言われて買ってきちゃいましたね。あー引っかかっちゃった。よいしょ、ちょっと人がやったやつなんでね、そのまま、まあ水さらしたくないんですけど、そのままやっちゃうとねどうやってさばいたかわかんないので、よいしょ、責任持てないんでね、ちゃんと洗ってあげるしかないっていうのもちょっと嫌なところですね。よいしょ、お、あらだす、アニサキスは魚が困るよ、人が困るというわけですかねそうですね、よいしょ、まあ魚もねやっぱ影響自体はあると思いますけど、よいしょよいしょと、まあ基本的に寄生虫は別にね、あの宿主を基本的には殺さないので、よいしょ、まあ日本人間とかに入って食中毒って言ってるような状況はですね、まあ異種寄生ってやつになっておりましてね、よいしょ、まあ正規の宿主じゃない人のとこに入っちゃって、まあそうするとね寄生虫は入ってる場所がね決まってるものですから、よいしょ、自分のね、よいしょ、はい、入る場所をね探しちゃうっていうことで移動しだして痛い痛い痛いとか言って食中毒になるっていうね、よいしょ、そういう流れなんでございますけれどもね。よいしょ、あ、ここも取ってないんだなあちゃー、よいしょ、困ったなこれはよいしょと、お、タラとホッキはやばいですねそうですね、まあそもそもねその辺はね生で食う魚じゃないですからねまあそういう文化があるって言ったらまあしょうがないですけれども、まあ基本的にね生で食べない方がいいお魚ですね。よいしょ、鮮度はねそもそも良くないと食えませんしね生でね。よいしょ、おすすめはしませんし、良い子は真似しないでね的な感じですよね。よいしょ、カツオでございました。とよっこいしょと、よしと、お、あらだす、あ、挨拶する前コメントしてしまいましたいえいえいえ、初見です、おはようございますおはようございます、いらしていただきありがとうございます。よいしょ、いつもね寿司屋の仕込みしてますのでね、よかったらぜひでございます。引っ掛けて手袋破れちゃいましたねよいしょ、お、あれです、タラはアニサキスは内臓に多いので胃袋を使ったちゃんじゃがやばいと聞きますね、私は必ず冷凍しますまあそうですね、確かに、まあ、ただちゃんじゃ自体はね、あれですよね、胃袋を多分切って作るんですよね、まあ、あんま作ったことないですけどだからちゃんと洗ってあればね大丈夫でしょうけどね、はい、さすがに皮の中に入るってことはねほぼほぼないと思うので、よいしょよしよしよし、まあね、あんなにしっかりしたところにはねなかなか入れないのでね、よいしょ、
さてお次はよいしょとこっちでございますね。よいしょ。まあタラとかね身が柔らかいんで、やっぱ身が柔らかい系はね、あの簡単にねアニサキスもね、あのみんなが入ってっちゃうので、よいしょ、そこがやっぱりねネックになってきますよね。よいしょ。まあ今回ね仕入れてきましたニシンとかもね、かなり身に入る確率が結構高いんで、よいしょ、まあうちではねかなり薄作りとかに、薄作りっていうかね、まあ薄めに切りましてね、よいしょ、握りとかも3枚漬けとかでね、よいしょ、結構いっぱいつけてあげて握るって感じでやってますね。まあ骨がね強いお魚でもあるので、骨切りとかそういうねアニサキス対策っていうのもね兼ねまして、よいしょ、薄くねやっておりますね。よいしょ。まあなんでね厚く切って食べないと美味しくないねサンマとかはもううちではね生はね卒業いたしましてね、よいしょ、もう生では出しませんってことになっております。よいしょ。お、あれです、丁寧にさばいてますねありがとうございます、そう言っていただけて嬉しいです。よいしょね、どうしてもねあの寿司屋なんでぶどまりに身をね、まあ、どれぐらい取るっていうのを結構意識してるところとか、まあそもそも魚好きなんで、よいしょ、あまりね雑にと言いますかね、パッパとねさばけないんですよね、ちょっとね大事にしてあげなきゃなって感じがね出ちゃいましてね。よいしょ、こんな感じでやっております。よいしょ。お、ありがとうございます、はじめまして、はじめまして、岩手在住ですが、よいしょ、そんな文化ないですよ生まれてからタラを生で食べたことないですし、周りで食べての見たことないです。あ、そうなんですね、じゃあ沿岸部だけなんですかね。よいしょ。なんかニュースではねやっぱそういう文化があるよみたいなね感じでね出ておりましたねちょっと自分も岩手にね大船渡に住んでたことあるんですけど、大学時代ですね、まあ、特にね自分もタラを生で食べたことはないですけどもね、はいよいしょ。じゃあ結構限定地域なんですかね、地域限定的なやつなんですかね。よいしょ、ありがとうございます。確かにチャンジャは胃袋を切り刻んでるので心配する必要はなさそうですねそうですね、まあ適当にね仕込んじゃってるとかそういうパターンですとあれですけどね、はい、しまあつけてね、あの時間が経ってればさすがにアニサキスもね死んじゃうと思うんでね、あの魚の身の中にいたら、そうですね、前熟成したヒラメとかにいたことがあったんですけど、まあ身が透明なんでね、こう見ただけでねあ、ここにいるなってわかる感じなんですけど、その時とかもね普通に10日経っても生きてたんでね、涼しい環境にいればねかなり普通に生きてるよっていうのはあるみたいですけれどもね。よいしょと、スマでございます、鹿児島のスマですね。よいしょ。お、あれです、ぶどまり大事ですよねありがとうございます、そうですねやっぱりねちゃんと取ってあげないとね、まあ大体残っちゃうとはいえね、よいしょ、そこはね目指したいとこでございます。よいしょと、よいしょと。お、あれだす、あ、お寿司屋さんですか、何ですか、はい、そうなのです。お、チャンネル登録させていただきます、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ。ちなみにタラの胃袋の処理もしてました。おお、そうなんですねすごいよいしょ。胃袋にはアニサキスはほぼいません。やっぱり身と白子やタラにはいますけど、そうですね。基本的にやっぱそっちとかにね、なんか移動してますよね。よいしょ。なるほど、勉強になりますね。ありがとうございます。よいしょ。よっこいしょと。お、あらです。おはようございます。ざます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょ。今日もね市場行ってまいりましたので、じゃあね今ねスマさばいております。よいしょ、よいしょ。結構ね最近鹿児島のやつビンビンですね。よいしょ、身もかなり締まってるんで、よっこいしょ、うん、しょ、まああったかい方のお魚なんでね、そんだけよいしょ身が締まってるのも、まあ、納得なんですけどね。よいしょ、とっとっとと、
カツオとかね、赤身系はね、こう開いた後にすぐね、こうね割ってあげるといいですね。よいしょ。まあ重力がかかるんで、魚のね身のこの両サイドにね、こう下向きの力が加わっちゃうんで、割らないで置いといてあげると、それだけでね身割れの原因になってきますね。身が割れちゃうのでね、まず真ん中を切ってあげて、身にかかる重力をね減らしてあげて、そこからさばいてあげるといいですね。よいしょ、よいしょと。ありがとうございます。Thank you for your comment. ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。いらしていただきありがとうございます。よいしょと。お、あれです。函館は7年前からガモメ昆布の養殖やってます。あ、そうなんですね。すごい。結構前からね、動いてらっしゃるんですね。素晴らしい。ありがとうございます。よいしょ。ね、いっぱい作れるといいですね。よろしくお願いいたします。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。お、あれです。仕入れからやってると働きすぎじゃないですか。ありがとうございます。そうですね。とはいえ、やっぱりね、一匹ずつね、見てね、仕入れるっていうのがね、結構やっぱ美味しさの時は重要なんですよね。よいしょ。どうしても魚屋さんに任せるとね、まあ、いろんなね、魚屋さんの意思ですとか、まあ、あとは自分のね、その最強にこれいいなっていうのとは違うやつがやっぱりね入ってきちゃいますので、やっぱりねお寿司をね、魚美味しくするためには自分で市場に行って買ってこないとダメかなって思っておりますね。よいしょ。魚がね美味しいところはやっぱり仕入れもね自分で市場行ってやってますよってとこでね食べるのがいいと思いますね。よいしょ。まあね、最近はねだいぶ減ってますけどね、そのわざわざ市場に行って目利きして買うっていう人はね、なんかだいたいこう注文して届けてもらうみたいなところが多いですよね。まあお高い店も含めて、はい。よいしょ、よいしょと。まあそうするとね、どうしてもね最強にうまいものはね、まあなかなか仕入れられないかなっていうのが自分のね考えでございますね。よいしょ。お、あれです。カツオ美味しそう。あれです。今日もね、美味しいカツオ入ってますね。まあ、こちらはちなみにスマですけどね。よいしょ。スマっていうカツオとマグロの中間の味がするようなお魚で、まあ、マグロの仲間なんでね、カツオマグロ類ですけどね。よいしょ。最近注目されてるお魚です。さてさてと。お、あれです。魚の目利きとか一生できない。いやいやいや、まあ確かに結構経験は必要な分野ではございますね。よいしょ。まあね、市場にね何年行ってとかね、よく行ったりしますよね。よいしょ。まあ自分は結構ね、そのまあ死んでる魚をね見るのももちろんですけど、結構ね生きてるやつをね見るのも大事だなって思ってますね。飼育するとかね、やっぱり飼育していない人ですね、そのどんな状態がお腹が減っててね、お腹がいっぱいになってて太ってる状態とか痩せてる状態っていうのはね、死んでるやつだけ見てるとね、よいしょ、あんまりねそこまでピンとこないような気もしておりますね。よいしょ。まあ自分はもともと魚好きなんでね、その辺もちゃんとカバーしておりますのでね。よいしょと。サワラでございます。お、あれです。白子やタラコは大好物で、よいしょ。回転寿司はタラの白子の軍艦しか食べないけど大丈夫かな。まあ今のところ大丈夫。そうですね、最近の回転寿司さんはね、ちょっとどう仕込んでるかはちょっと自分わかんないですけど、はい、どうなんでしょうかね。自分なんかは結構サクッとね、まあ、サッとボイルするんですけどね。白子もね、あれ結構ね、あの仕込み方でね味が変わるので、まあうちは軍艦はねやらないんですけどね、白子はやっぱりそのままね召し上がっていただくのはね一番美味しいと思うんでね、回転寿司さんとかはよく軍艦にしてますけどね。よいしょ。あれもね結構あの香りとかでね仕込みがね若干変わってくるんですよね。よいしょ、よいしょ。その香りに合わせてどれぐらい火を入れるかとかね、そういうのをね調節してあげるとより美味しくなるっていうねネタになっておりますね。
よいしょと。まあちなみにうちの白子の仕込みは結構簡単なんですけどね、簡単、まあシンプルって感じですかね。よいしょ。お塩強めのね、まあお湯をね用意しましてね、まあ火にかけとくんですけどね、まあ沸騰とかだとね火が入りすぎちゃったりするんで、まあ沸騰したら弱火にするみたいな感じで、でそこにねこう切った白子をね投入していくんですよね。よいしょ。で入れたら真ん中までねこう火が通ったらもうそこで OK なんで、まあ、真ん中のピンク色が白くなったなぐらいなとこで、白くなった順にね取り上げていくんですよね。よいしょ。まあザルとかでねちょっとずつ取っていくって感じで、火入れすぎちゃうとスカスカになっちゃったりとかして、もううまみが抜けちゃったりするんですよね。で火が弱い、火入れが弱いと、まあ、たまにね生で出してくるとことかあるんですけど、そうすると臭いわけなんですよね。一回東京かどっかの居酒屋さんでタラの白子生で出されて、生本当に何もしない生ってあるんだと思って超ビビって食べましたけど、すげえ臭かったですねこういうの食べたら白子嫌いになるだろうなって思いました。はい。そのね火加減とか塩加減で香りを調節してあげるって感じですね。よいしょ。まあ白子のね美味しい仕込み方って感じですね。よいしょ。お、あれです、すまか、間違えた、恥ずかしい、いえいえこのあたり結構もね難しいですからね。はい。よしよし。お、あれです、白子やたらこのアニサキスもちゃんと処理して出荷してるんで大丈夫だと思いますよなるほどでございます。まあ白子あたりはどうなんですかねパック詰めだとまあある程度入ってそうな気がしますね。よいしょ。よいしょっと、サワラでございました。よいしょ。よいしょ。ちょっとお魚しまいますかね。お、あらです、自分の地元埼玉新潟の市場を夜中に出て朝には店に並べる最強の魚があります。ああれですかね、角上さんですかね。角上さんはね本当にね最強ですよね。よいしょ。自分もまあ店出す前はよく行ってましたし、店やっている時でも全然あそこで入れてもいいかなって思うぐらいいい魚ね結構入れてますね。やっぱ新潟ね寺泊のね卸さんなんでね、よいしょ、やっぱいい魚安く入れてくれるんで人気もうなずけるといったところでございますね。よいしょ。お、あれです、魚さばけるってスキル持ってる人生憧れるなありがとうございますまあけどやろうと思えば結構ね誰でもできますんでね、はい、よろしければねチャレンジしていただいても楽しいかなと思いますよ。よいしょ。まあ昨今ねその先ほどから言ってるアニサキスとかのあれもあるので、いきなりね生で挑戦するっていうのは難しいというか危険度が高くなっちゃいますけれども、よいしょ、最初はね干物用とかの開きみたいな感じでさばく練習をしていただいて、そこからね徐々にやっていただくみたいな感じにすると、ちゃんとね美味しく仕込めると思いますので、チャレンジしていただいてもね楽しいんじゃないかなとは思いますけどね。お、あれです、お、やってますねありがとうございます、やっております。よいしょ。今日もね船橋市場で入れてまいりました。よいしょよいしょ。おねえ、ありがとうございます。よいしょ。こちらアジですね、島根のアジでございます。お、あれです、私は北海道の北の方に住んでます。おお、そうなんですね、初めて見るお魚そうですか、ありがとうございます。なんか結構ね北海道の方にはあんまいないお魚が結構いるみたいですよね。アジとかもあんま見かけないとかね聞きますもんねねえ、よいしょ、いらしていただきありがとうございます。お、白子はボイル後氷水とかで冷やしますか。あ、冷やしますねそうですね、その絶妙な感じにボイルし、まあ火入れしてあげて、それで氷水に取るんですけど、で取った後ね、まあ、取った後も結構ね美味しくするポイントがあるんですけど、よいしょ、よくねお水につけて保存しておくお店とか職人さんが多いんですよね。まあ白子が柔らかいので、その多分その辺に並べとくと崩れちゃうよとかね潰れちゃうよっていうのがあったりするんだとは思うんですけれども、
よいしょ。白子って結構濃厚さを利にする食材なので、水につけとくとね、あの水を吸っちゃって水っぽくなっちゃうんですよね。よいしょ。それなんでね、自分はね水にはつけないで並べておいておきますね。並べて水を切るっていう感じにしておきまして、置いとくと、まあ、最初にね塩ちょっと強めに仕込むっていうのもポイントなんですけど、その後も水分がちょっとずつ出たりしてプリプリな白子がね仕込めますんでね、よかったらねやってみてください。塩強めにしとくとやっぱりプリプリなんで、結構並べといてもね変になったりしづらいっていうのもありますね。よいしょ。北海道のイワシですね。あー、やっぱりあんまり油は乗ってないですね。よいしょ。おあらす、函館のイカも市場で1700、イカの初競りはキロ8000円、イカも不漁が続いてます。そうですね、イカはもうね大ピンチですよね。ここ3回ぐらい市場でねイカがほとんどないっていう感じですね。よいしょ。もうね、まあね、あのいろんな気候変動ですとか、クジラに餌あげ、ずっと餌あげしてたとかね、いっぱいイカを取ってたとか、いろいろね理由がありますのでね。よいしょ。もうねイカも高級品でございます。よいしょ。100円とかでね食べられる時代は終わりましたので、なんかねもっと大事にねイカ扱ってほしいですよね。はい。よいしょ。さすが角上魚類です。そうですね、もう角上さんはねもう最強ですね、マジでね。よいしょ。やっぱあっちのね、あっちから直接入れてくるんで、珍しいねお魚とかもいっぱいありますしね。あとは意外と普通にマグロとかも美味しいですね。よいしょ。魚関係何でもいけるっていうね、恐るべしって感じなんですけどね。よいしょ。お、あれです、富山宮崎海岸のタラ汁美味しいですね。そうなんですね。翡翠とか取れるんですよね。お、そうなんですね。すごいお詳しい。ありがとうございます。最後までねご覧いただきありがとうございました。よろしければね他の動画とかも見ていただけたら嬉しいです。それではまたご都合がありましたらぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。